皆さんどうもこんばんは。はい、今日のお昼に発表があったかと思うんですけれども、4月30日に私の写真集が出ることになりました。イエーイ、おめでとう、ありがとう。写真集買います、写真集買います。本当ですか？買ってくださいね。そう、まあちょっとあんま写真集っていうね、ちょっと望まれてないかもしれないけれども、ぜひなんか AKB48 にいた証的な、自分がアイドルだったって思い出せるようなね、ように写真集素敵に撮っていただいたので、ぜひぜひよろしくお願いします。待ち望んでましたで、そう、嬉しいです。本当ですか？一部の方だけかもしれないんですけれども、もう予約されました。あら、嬉しいわ、ありがとうございます。そう、嬉しいです。そう、ぜひね、写真集も出るから、たくさんの方に楽しんでいただけたらなと思います。写真集おめでとう、ありがとうございます。ぜひ買ってください。でもなんか私の写真集が出たら425冊買うよって言ってくれるファンの方とか、おだいりの写真集出たら1000冊買うわみたいな言ってる方とかも、出るっていう前からいて、あ、その方々、まあ男、漢字の漢の方の男だと思うので、いや、本当に信じてます。本当にそんな何百冊も買っていただけるってちょっと信じてます。ぜひ皆さんもね、まあ50冊はぜひゲットしていただいたら、結構怪我とか病気とかも治りますし、結構多分いいことがたくさん起きるんじゃないかなっていう予感もしてますし、はい、まあ最低50冊みたいなとこはありますけど、うん、ぜひぜひゲットしてくださって嬉しいです。あと拡散よろしくお願いします。リツイート、私の写真集的なやつのリツイートとか、あとおめでとうみたいな、おめでとうってなんかみんなあんま言ってくれないんですけど、おめでとうとかも待ってます。うん、記事全部リップしてる？リツイートをありがとうございます。持ってるとご利益ある、だって、はい、あります。タイトルは秋元康先生さんが決めてくださるみたいなので、そうなので、どんなタイトルになるのかは私は分かりません。うん、写真集出すのだ、そう、写真集出します。
賞おめでとう、ありがとうございます。タイトル未定です。私の人生における夢の一つが叶うだったら、ありがとうございます。ぜひたくさんゲットしてください。2人で1400冊以上買うそうです。え、誰ですか？まるで着てないみたいな写真、そう、なんか先行で出た写真はマジで服、どんな服着てんのか分かんない写真なんですけど、いろんなの着ました。まあ、数着着ましたけど、なんか先行で出たやつはなんか本当に着て、なんかマジで服が見えなかったから、なんか自分もあれ、これいつ撮ったやつだかなって思って、これどこでいつ撮ったやつなんだろうって分かんないんですけど、あれこんな時あったかなみたいな、そうあったんですけど、そう、ぜひ楽しみにしていてください。はい、だってぜひお願いします。嬉しい報告続きましたので、ありがとうございます。でも写真集を出すってなった時に、なんか話を聞かせていただいたんですけれども、なんかまあ本当、私写真集の撮影の時はなんかただ生きてるっていう、なんかただ生きててマジでそれなんで、なんかそのまんまって感じ、そのまんまを撮っていただいたみたいな、うん、無理に頑張ったりしないで、なんかほんとそのまんまって感じ。うん。そうです。でもなんかいろんなの着れて嬉しかったですね。いろんな服着て楽しかったです。絶対買います、買ってください。飲み物飲んでるカットはある？だって、いや飲んだ気がする、飲んでるカット使われてたら多分あります。マジかよ、だってそう、飲んだ気がする、食べたし飲んだし、まあ、いろいろしました、いろいろ、うん、
食事シーンあると思います。飲むとこもあるし、いろいろと。撮影は大分県と神奈川県で撮影しました。神奈川県と大分県です。大分はなんか勝手に決まってました。なんか自分がここ行きたいとか、まあ、行きたいっていう場所も特に自分はなかったので、どこでもよかったんですけど、なんか大分って決まってて、うん、そう、大分県に行きました。でも飛行機乗れたんで嬉しかったです。飛行機、そう、飛行機乗ってどっか行きたいなって思ってたから、大分でよかったって思いました。入浴シーンあるかな、だって。どうだろう。どうだろう。でも本当その写真集が本当多分 AKB48 の自分としては残すもの最後だと思うから、多分4月中に卒業って言ってますけど、多分もう4月30日には多分もう卒業してると思うので、から多分もう本当にそれはその写真集が本当に AKB48 の活動の最後、なんていうんですかね、 AKB48 として AKB48 の自分として残す最後のものになります。多分卒業した後に発売されるので、ぜひ手に取っていただけたらなと思います。なので皆さんもぜひ4月30日まで生きて、私の写真集を見てから終わってください。はい、よろしくお願いします。5冊買ってもいいですか、だって。35冊の間違いですか。間違いか、うん、でも本当に私が写真集出したら100冊買うよって出さないと思ってるから、本当100冊買うよっていうおじさんとかいましたよ、握手会で。もしってエリちゃんが卒業の時に写真集出すんだったら100冊買うよって言ってました、誰か。うん、ヤッホー見てる。沖
き場がないだってぜひ配ってください。会社で代理、でもなんか本当に写真集の撮影はめっちゃ楽しみで、なんかいつも行かないようなところとへ、いつもいないような人たちと何かするのがめっちゃ好きで、あの本当なんか冒険みたいな感じなので、すごいずっと楽しみにしてて、すごい思い出深かったですね。撮影はみんな楽しそうで、カメラマンさんもあのメイクさんも衣装さんもスタッフさんも、なんかねえ、いっぱいご飯食べたし、なんかカードゲーム糸っていうカードゲームとかバスの中でしたり、なんか本当なんかすごい楽しかった。そう、遠足みたいでした。楽しかったな。水着撮影の前日あまり食べれなくて辛かったとかありますか？めっちゃ食べた。なんか本当に写真集の撮影まではめっちゃ野菜とかアサイボールとかヨーグルトとかそういうのばっかり食べてたのに、撮影の日になったらご飯とかめっちゃ美味しいところに行くんですよ。だからマジで久しぶりに美味しいもの食べれるって思って、めっちゃ食べたよ。本当にめっちゃ食べたし、普通に食べた。マジで気持ち悪くなるぐらい食べた。まあまた今度話します。そう、メンバーには誰にも言ってなかったんで、なんか結構レッスンを長期間休んだ時があったんですけど、帰ってきたら何してたのってめっちゃ言われたんですよ。ダンスの先生にも、小田ちゃんがいなかった時期何してたのか予想してたって言われて、そう、舞台とかって聞かれたけど、いや違いますって、いろいろしてましたって言って、そう言って、そう、多分誰も写真集の撮影してたなんて思ってない。今日レッスンの時にソララに、今日ねってお昼に写真集のことが発表されるんだってなんか言っちゃった。ソララに
だけ。そしたら、って、嘘でした、買います買いますって、そう言ってた。そう。ぜひ写真集楽しみにしていてください。うん。あ、そう、私はもうインドネシア行くんですけど、なんか雨らしいんですよ。なんか 90% 雨らしくて、やばい。インドネシアに今いる方いないですかね。でも日本からも、もう本当数えられるレベルのぐらいの方がインドネシアに来てくれるらしくて、お、今雨季です。だって半袖ですかね、インドネシアは。インドネシアナウ、半袖かな。暑すぎて無理だって。え、やばい、そんな暑いんだ。半袖でいいと思います。あのさ、床とかさ、ぐちゃぐちゃ系かな。靴とか汚れちゃう系かな。どんな靴履けばいいんだろう。今さ、普通にインドネシアにいるファンの方と普通に個人的に会話してる。電話、公開通話。あとさ、私が行くインドネシアのバンドンってところは、私のさ好きなあのアイス屋さんあるのかな。今31度だって、暑そう。それはちょっと分かりません。日焼け止め大事、マジで。だって日焼け止め探さないと。じゃあインドネシア頑張ってきます。皆さん、皆さんは写真集の予約をよろしくお願いいたします。そしてお代理サイタルの先行受付もよろしくお願いします。そしてファンクラブの方もよろしくお願いいたします。ではおランキング読みたいと思います。いきます。13位秋元太郎、12位筋肉愛好家、11位献血マニア、10位ファデル、9位中堅、8位ゆうたパパ007、7位大粒ちゃん、6位ドスコイパンダ、5位清夏アット今日も明日も明後日も強化をし、4位ごめん先生、3位ショートアット代理しかかたん、2位マーアットだし、そして1位はしょっちまん。ありがとう。ということでありがとうございます。バイバーイ。